はい、皆さんこんばんは。1週間終わりました。いやー、本当にね、辛い1週間、少し回復の兆しが見えてきたかなと思います。で、日経平均が、3万1000円を割って少し帰ってきました。はい、昨日ちょっと上がって、今日はマイナス80円で、ニューヨーク市場が今始まってまして、現在のところ118円ダウンなので、週明け下がる可能性が高いかな。雇用統計がね、出るんですね。はい、でよって、ちょっとね、期待は薄いかなと思います。で、今日の私のポートフォリオはプラス6万円、まあ、日経平均は下がっていながらも、少し上がってます。はい、で、1週間でいうとマイナス60万です。最大マイナス90万まで下がりました。はい、ポートフォリオね、利益でいうと390万ですね。これ440万ぐらいあったんですね。だから、現在マイナス50万以上ですね。うん、90万下がって30万戻してきたから、まあもうちょっと戻ったんだな。36万戻しで、うん、現在まだマイナス50万でも完璧に戻らないと思うんだよね。はい、うん、でチャートをちょっと1週間チャートで見ていきましょうかね。はい、何が効果が大きかったかというと、オリエンタル&下がってるね。はい、でちょうど一番底値が、まあ、水曜日ぐらいだったんだな。でこの水曜日あたりで一つ買ってます。はい、でこの戻りの中で今日私プラスだったじゃないですか。はい、それは何かっていうと、私買ったのにね、多少効果が出てますね。一番最後、37銘柄目になります。はい、武田薬品工業、まだちょっと画面出てこないですけど、今日はね、65円、昨日はね、もっと百何十円かなんか上がったんですね。はい、うん、はい、ちょっと出ないんですけど、チャートが出ないんで、普通にリストを見ましょう。武田薬品工業を私買ってます。うん、利益がたった2日で1万2900円。100株しか買ってないですね。はい、はい、今日は65円上がって、はい、これは新しく新銘柄ですね。で、本当にね、最近の私買ったのはね、みんな下がっちゃって JFE、ね、鉄鋼今いいっていう話ですけど、あのね、回復しないんですね。あとヤマハ結構ね良かったんですけど、うん、はい、マイナス、能率、穴吹きダメですね。でヒットしたのがヒューリック上がったのね。で東急不動産、はい、これ以降はね、もうずっと負けが続いちゃってます。はい、てなことで、マイナスですね。最高値に対してマイナスで、利益率は 33%。 よくないな。最高ね、40何パーセントまでいったら、40%までいったよね。うん、で、長期的に見てどうかっていうと、いろんなジャーナリストの話だと、今年はまあ横ばいで、このままね横ばいで、来年上がるということで、だからもうね、今のうち仕込めっていうことなんですよね。うん、で仕込んだんだけど、ちょっとね、結果が出てないですね。はい、では今週はね、まあそういった意味で、利益が、ちょっと目減りしてしまったという話で、現在、最高値に対してマイナス50万で終わってます。で現在が、1554万だから、本当は1600万に、うん、到達しているところなんだけどね。はい、じゃあ来週に期待したいと思います。うん、新銘柄としては武田薬品を買ったというところですね。はい、後輩同銘柄です。期待できるところですね。がん治療の、ね、薬にすごい、ね、特許があったりとか、あとね、国内、製薬会社の中ではナンバーワン、周囲の会社なんで、おすすめだと思います。では今週は以上です。